ってきちゃったな。なんか真っ暗になっちゃうな。色が入れたいな。ないよ。はい、ということでゴルフウェア買ってきました。買ってきました。めっちゃ時間かかりましたね。すごい、思いのほかかかったね。この格好でちょっとやっぱ難しいですね。難しいですね。みんなを見るの楽しみ。ねえ、楽しみです。着替えましょう。着替えましょう。はい、Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway heart.皆さん、はい、今着替えたんですけど、どうですか？すごいね、なんか、うん、みんなカラフルな、カラフル、こんなになんかカラフルに選ばないじゃん、普通の、はい、そうですよね。だからすごい新鮮だった。私も。皆さん、どれぐらい時間とかかかったんですか？永遠と選んでた気がする、うん、こっちチームのがかなり悩んでた感じ。そうだね、そうだね、そうだね。たまたまですけど、なんか色もちょっとピンピンク系で、そう、オレンジ、チームオレンジだった、そうそうそう、チームからしちゃってますね。なんかこう皆さんのポイント、ポイント、場所、コーデのポイント、私はでも最初はなんかシンプルなのにしようと思ってたんですけど、うん、派手な方がいいっていう風に教えてもらって、うん、もう自分の好きな色をまずドンと持ってきて、いやもうその色着てほしかった。ピンクです。シルエットがすごい綺麗、なんか割とピタっていう感じの、うん、ここだからね。あれなんだよね、ちょっとタイトめのそうなんですとかがあるから、うん、私はこのスカートに見えるんですけど、長くキュロットあるんですよ。それを準備したくて、なんか見えるの嫌だったのと、うん、あとなんかセットアップがすごいいいっていうのを、うん、久美さんにちょっと押していただいたので、うんうんうん、っていうのがポイントでしたね。可愛い。私はこの上のこれが可愛いと思って、これに合わせて全部、そうだよね、もうなんか全部見た中で一番食いついたもんね、うん、これみたいな感じだったから、買い物は第一印象なんで、うんうん、あ、オレンジです。そうですね、オレンジです。これすごいんだよね、リバーシブルなの。すごい、そう、白、ネイビー、オレンジみたいな、うん、迷子になっても見つけてもらいやすいカラー。私はですね、派手なのがいいって言われたから、うん、なんか一番派手そうなやつを選んで、これをベースに色をこう合わせたりとか、あのいろんなブランドを混ぜてます、混ぜてます、ね、いろんなところからこう持ってきて合わせて、確かに。あとはこれ、かわいい、これゴルフ、そうそう、キャップの形してる、あ、おそろい、色地ですね。で、結構これ、靴ね、フットジョイというね、うん、ブランドの靴なんですけども、なんかこう、スプラトゥーン的な感じになってるんで、はい、すごい可愛い、めっちゃ似合うと思いました、本当に。このデザイン、せっかくなので、はい、ちょっとパターとかしてみませんか。おー、履けるパター、私もです。履けるパター、パターやっていきましょう。行きましょう。こんな感じですか？行きますよ、行きますよ。強いんだ、すごい上手い。もっとなんかさ、お尻出してないみたいな。いきます、せーの、はい、あ、すげー、難しい、できたいな。もうやる前から持ち方わかんない。あるような、逆です、逆っすね。あ、そう、誰かね、一人入るっていうオチが欲しいぐらいだけどね、うん、誰も入らなくて。これはこれですごいと思う。はい、ということでですね、このウェアを着て次回練習に実際行ってみたいと。楽しみ、楽しみ。ではですね、チャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。今日買い物したじゃないですか。はい、やりますか。やりますよ、やります。
まずはっていう、こうハーフセットってやつを。ハーフセット。まずはこれを。すごい名前ですよ。やば。あー、ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。これがナミちゃん。はい、ありがとうございます。はい、あ、すごい。全部入ってんじゃん。あ、でかっ。あ、軽い。めっちゃ軽いんだけど。めっちゃ長いんだけど。これは一番長いんです。やっていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。